私絶賛生理前でございます。うん、普段ねピル飲んでるから結構ね生理前とか PMS とかそういったものはね結構安定してる方なんだけどもね、やっぱねそれでもねイライラする時ってあるんだ。イライラしてんだ。イライラしてるよ。私は今イライラしてるよ。イライラしてる。もうしょうもない、しょうもない。些細なことにね、はあ、イライラする。いち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 イライラするの。いちいち。ラップのキレが悪い。もうラップバーン叩きつけたからね。ああだよね。メロンの種こう取ってる時、排水口の上でさ、ふえふえって指滑ってそのままメロンがベチャーシンクに落ちた時とか、はあ、考えらんな。本当に考えしょうもない、しょうもない。でもね、仏の女と呼ばれているよ、私。過去に別に彼氏のね、浮気のハメ撮りとか見つけても仏の心で OK 牧場 OK 牧場 OK 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 Google って OK Google って言いながらいろんな紆余曲折やべえこととかあっても、うん、大丈夫 OK OK OK、 もう喉元すぎれば熱さ忘れるじゃないけども、いいんだよいいんだよっつって、もう OK Google ってやってきた。でもね、ダメなの。もう今のこういう時ってもうダメなの。うん、ダメなの。ラップのキレが悪いだけでもうダメなの。マジでダメ。例えば今ね、なぜ長袖を着ているか。寒いから今長袖を着ている。なんで寒いかわかる？こんなクソ暑い時期にジメジメして、あね、冷房の温度が低い。イライラする。いや、いいの。そうよ、設定をね上げればいいだけなの。え、でこの寒いのを解除するために私が今この温度を上げなきゃいけないの。はぁ、もうダメ、もうダメなの。もうそうなるの、そうなるものなの。うん、ささいな、しょうもないことでイライラしてる。これがもう本当にしょうもなくて、それにまた無限ループ。うん、はい、ってなわけで、このホルモンが暴れて乳も張り、乳も痛え、イライラする。ってなわけで今日はね、私が思うイライラするっていうものをちょ聞いてよ、みんな聞いて、みんなに聞いてほしいっていうことをね、今から話していくから。やつらはまずね、私が最近怒ってること、こういう女よくいるじゃん。私男ないんだよね、本当に男なくてさっていう女いるじゃん。ああいう女嫌いなんだよね。その男運ないって自分の責任を全て男運のせいにしてるっていうかさ、人は鏡だと思ってんのよ。私ね、あー自分のありクソだなーって思ったら、鏡だから、それ自分がクソなだけだから。で、あーこんな周りの人たちやだ、こんな環境本当にやだ、もう最悪ってどうしたらいいの、いかやきゅーんとかって言ってくる人とかいるけどさ、ね、一番手っ取り早い方法教えてあげる。自分自身が変わること、マジでこれは早い。もう経験談でもある。でそのうち、自分の周りって最高だな、マジシェアハピー、マジで最高、マジブラザーって感じのやつしかいない、かっこいいと思った時が最高に幸せだったね。でそういう風に相手も思ってくれてるっていうことがね、最高に幸せだったね。自分が最高って思ってる人に最高って思われてんで、それ以上も最高ってなくないみたいな。友達にしろ、男にしろ、仕事関係も全部さ、全部さ、人は鏡だっつんだよ、本当に。何が男ねえんだよ。全部男のせいにしてんじゃないかって、あんたら、バタルが本当にもう。はい、次。もう次、私怒ってること。iPhone よ、iPhone。割れやすいよ。背面ガラス可愛いよ。でもさ、割れやすいよ。すごい割れやすいよ。割れやすいのは、私もさ、一番嫌なのはさ、なんでイヤホンジャックなくした？なんでイヤホンジャックなくした？ね、一人暮らしで一人で寝てる時だったらいいよ。音楽かけながらピーパーピーパーなんか他のことをいじってると、まあ充電の減りも早いわけですよ。じゃあね、まあ、充電器を差しながら音楽聴いてピーパーピーパー、他のアプリでも触ってピーパーやってるわけですよ。でも仮によ、隣に男だったり友達が泊まり来てて寝てる時できないわけよ。充電器差しちまってっから、なんか同時に充電とイヤホンを聞けるような、なんかそういうアクセサリーみたいなのがあるけどさ、いっちいっちめんどくさい。そんなもんさ、イヤホンジャックさえついてれば全て解決してたの。今までそうよ、間違いなくしたの。帰ってきて成仏。でもね、私はね、
そのアップルのね、もう本体も見据えてる、本当に見据えてる。その後にさ、イヤホンジャックなくした後すぐにさ、あれ出したべ、あのうどんみたいなやつ、うどんチューチューって生きった振り遅れみたいなやつがよくてピッてかけて、えい、ー、新宿歩いてるようなあのこうピピってやつ、あのクソ出せピピってやつ、あれ売りたかったんだろ、わかるさ。これはね、ひがみになるかもしれない、ひがみになるかもしれないけども、わいさ、そもそもああいう硬いイヤホン、あのもうゴムのムチムチ密着みたいなやつじゃない、その硬いイヤホンさ、あのただでさえその耳の穴小さいよ。あれよく使うけどさ、あれでもすぐプルって、うわプルって、プルプルプルって全部落ちるわけね。で、AirPods とかさ、正直一瞬だけ覚えたよ。一瞬ね、なんかかけじゃん、ピッてやってみんなピピッてやって、はい、うん、食い出してズクみたいな。ちょっと憧れた。でもよ、なくしてもいいやつ、お試しで買えるようなんで何でもねえやん。ええやん。一番なんぼかするんでしょ、あれ。とか、あいよ。私8割9割絶対なくすと思ってんのね、自分。あれしかも私さ、あの外歩く時とか怖いから片耳イヤホンなのね。で大体移動中に使うやん、ああいうのって。両耳させんやん。で両耳さすとしたら両耳さした上で音量めちゃくちゃ下げなきゃいけないわけやん。じゃあもう聞こえない、あれみたいな。でも外の音もめっちゃ入ってくる、ああもうなんか聞くんなみたいなってなるやん。もう何あれ、いや本当にやホームボタンを奪い、そしてイヤホンジャックを奪い、次は何を奪うんだい。でさぁ、もう一つよ、私さぁ、ずっとティファールの鍋使ってんのね。だってのトレルーティファールってやつ、取って外せっからね、あれね、取って外せっからすげえ便利なんだ。取ってのトレルティファールっつぐらいだからよ、取ってが外せてすげえ便利なんだわ。でもよ、料理って基本熱いやん、鍋って熱するものやん。普通に蓋つけて、あのなんか煮込み料理か何か熱してたんよ。で普通にさ、料理が鍋の中からなくなってさ、あれ置くなーと思って、でピッていつも通りパチンポンって外そうとしたらさ、パチンガチャガチャ、あれガチャガチャ、あれなんかガチャガチャ、なんじゃこれって思ったらさ、溶けてんのね。溶けて冷えて固まってくっついて、なんか取れなくなっちゃったのね。でギリ取れたんよ、うん、結局取れたんだけどさ、でもその後なんかもうその状態で固まっちゃってさ、私とってもない生活をしてるんだわ。でも料理に使うもんなんだからさ、熱くなるのは当たり前なんだからさ、耐熱性いずこ、うん、いずこオブ耐熱性って感じ。まずさ、あれよ、こっそり私物を置いてく男って何？置いてくのはいいな、歯ブラシとかさ、なんかいろいろ、まあいいのよ。でもさ、こっそり置くのはやめようよ。別に言えばいいじゃん、置いてっていいっつって、うん、じゃあ OK Google っつって OK 牧場だよって言うからさ、それでいいじゃん。別になんか置いてかれることに何も困ることはないんだけど、なんかそのこっそり置いてくっていう、なんかそこから透けて見えるなんかしょうもない魂胆つうかさ、なんかその透けて見えるその気持ちがすげえなえる、すげえ嫌な置き土産される気分。あとね、最後、もうこれ最後でいいよ、もう止まんねえから、止まんねえから、もうこんなん始まったら止まんねえから、そうこれ最後でいいよ、最後でいいんだけどさ、私がもうずーっと言ってる、これはずーっと言ってる、私が18歳ぐらいからずーっと言ってる。で友達に諭したこともある、男におごられてお金を出させて当たり前だと思ってる女、あれ本当に嫌だね。いいんだよ、自分は高嶺の花です、で財布です、素振りだけはしますとかさ。でも結局さ、なんか裏垢とかなんかさ、いろいろ見てたらさ、人気みたいな、結局あんだけいいって言ってたくせに、なんか結局バリカンとか、はマジで意味わかんない、死ねばいいのにとかさ、みんな平気で言うわけよ。死ねばいいって何？基本さ、みんな平等じゃね？お金を得るためにさ、自分のさ、人生の時間や体力や精神や知識や技術やなんやかんやを、何かを失って、その対価としてお金を得て、それ男も女も一緒だろな。デートっつったらよ、お互いの時間をあげ合ってるわけだ、もうそこで尊いはずなんだわ。彼氏なら100分全然いいよ、夫婦なんてもっといいよ、だって別にね、結局同じお財布だし全然いいのよ、可愛らしくね。あ、なんかごめん今日なんかちょっと持ち合わせきついからおごってもらえると嬉しいなとかさ、正直なら可愛らしいよ。でもさ、
え、出さないの、え、払わないの、え、みたいな女いるじゃん。で、挙句の果てなんかすげえ悪口言う女とか、あれさ、すげえ嫌なんだよね。なんか同じ女としてすげえ嫌なんだよね。鬼ダサいやん、こじきやんって思っちゃうので、そもそも別にさ、そんなことでなんかマジこいつ気まぐれしてばいいのにって思うような相手だったらデートに行かなきゃいいわけやん。でも行ってるって時点でまあ多少ないとも何かいいあれ思ってるわけやん。もしくはただ飯をかっくらいたいだけのこじきって感じとか、男になんか何でも買わせて当たり前とか、本当にああいうなんかもう銭ゲバじゃねえけど、なんかうん、銭にゲバい女一番嫌い。で、おごるおごらないっつうのは人の善意なわけだわ。で、その人の善意を当たり前だと思うんじゃねって話をしてんだバカだれっていうね。もうね、こんなことしてても本当にね、話しながらうん、まああとね、まあ、大体3日後に生理が来るから大丈夫大丈夫、お土産3つ、タコ3つって感じ。うん、てなわけでね、今回はこの生理前のホルモンの暴れに乗じて、私が最近怒っていることをピバピバってみた、ピバって楽しもう。あーうーん、情緒不安定。はい、てなわけで、まあ、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。世の女性、頑張って毎月生理前と戦おうな。